バウンティゴーの反乱、バウンティゴーの反乱、バウンティゴーの反乱、ミュータニー、オンザ・バウンティは18世紀末にイギリス海軍の武装船バウンティで起きた艦長に対する反乱事件。当時の話題となり、その後多くの文学作品、映画などを生んだ。バウンティゴーはタヒチ島から奴隷用の食料品としてパンの木を西インド諸島に運ぶ任務のために、 英国海軍が貨物船を買い上げて、臨時の軍艦とした、徴用船で、小型の船舶であった。従って、映画の題名などで用いられる、船艦という呼称は適切ではない。乗組委員は、唯一の士官である艦長をイリアム・ブライト、上級巡視官3人、巡視官11人、士官候補生6人、下士官14人、水兵11人の、計46人だった。 ブライは三十三歳で、以前に、ジェームズ・クック船長指揮下のレゾリューション号の航海長を務め、その後商船の乗務員として航海しており、この海域に関して経験豊かだったが、艦長になるのは初めてだった。1八十七年十二月二十三日に、イギリスのポーツマス港を出港、当初は南米ホーン岬を回って太平洋を航行する計画だったが、 天候不順のため計画を変更し、希望見ぬよ回って、インド洋に出て、1788年10月26日に、多七島に到着した。公開中にブライは公開長のジョン・フライヤーを降格し、公開し、上級巡視官の一人、フレッチャー・クリスチャンをナンバー2に抜擢している。1789年4月までパンの木や、その他の植物を搭載するために、 タヒチ島に滞在し、その期間中、クリスチャンはタヒチの女性と結婚し、多くの船員も現地生活を楽しんだ。三人の船員が脱走の罪で逮捕され、無知打ち刑を受けた。1789年4月4日にタヒチ島を出港し、希望本経由で西インド諸島を目指すため西に向かったが、4月28日にトンガのフレンドリー諸島で反乱が起きた。 途中の死亡者を除き、当時の乗組員44人のうち反乱者は、クリスチャン以下12人だった。ブライ艦長以下19人は、救命艇に乗せられて追放され、非反乱者のうち13人は船に残された。ブライの指揮する救命艇は、41日かけて、ニューギニアとオーストラリアの間の南所トレス海峡を通り、ティモール島にたどり着いた。一方、 反乱者を乗せたバウンティ号はトゥブアイ諸島に3ヶ月滞在したが、その後タヒチ島へ向かった。16人の船員がタヒチ島に残り、クリスチャンと8人の反乱者はタヒチ島の現地人、男6人、女11人、赤子1人を乗せてフィジー、クック諸島を経て、1790年1月15日にイギリスの海図に乗っていないピトケアン島にたどり着いた。 クリスチャンらは、バウンティゴーを解体し、その資材を利用して、島での生活を始めた。なお、多七人の中には自ら志願して、バウンティゴーに乗り込んだ者の他に、誘拐同然に連れ去られた者もいた。1790年3月15日に、ブライたちはイギリスに戻り、反乱を報告した。1790年11月に、フリーゲートカンパンドラ号、 エドワード・エドワーズ艦長がバウンティ・号の捜索のために出航した。1791年3月にパンドラ号は、タヒチ島に到着し、14人の元バウンティ・号乗組員、大部分は批判乱者を逮捕、ブラ来よりもはるかに過酷な取り扱いをした。パンドラ号はその後もバウンティ・号の捜索を続けたが、8月30日にグレート・バリアリーフの近くで、 暗礁に乗り上げ沈没し、ピトケアン諸島に渡った反乱者たちを見つけることはできなかこの沈没で三十一人の船員と四人の囚人が死に、残った八十九人の船員と十人の囚人が千七百九十二年にイギリスに戻った。十人のうち四人が無罪、二人が有罪だが、御社一人が法的手続きの問題で釈放され、三人が 公主刑になった。ブライも、軍法会議にかけられたが、無罪となり、職務に復帰した。彼の経歴は傷つかず、すぐに別の船プロビデンス号の艦長として、1791年に同様の任務を行い、無事成功した。しかし後に、総督として赴任したオーストラリアで現地の有力者と対立し、配下の治安部隊に反乱を起こされ難禁されてしまう。 事件、ラムシュの反乱を引き起こす。二度目の反乱勃発とあってはさすがに擁護もされず、有罪こそ免れた者の退役同然の扱いとなり、後に、提督、中将にまで昇進はする者の,の、事件以後は、必足状態で余生を過ごした。反乱の原因は、諸説ありはっきりしていない。ライ艦長は、部下の扱いが過酷で人望がなかったとも言われるが、彼の行った処罰は、 当時の平均と比べて厳しくはなかったという見方もある。パンの急創のために船員の居住空間が犠牲にされたので公開中の生活環境は劣悪であったが、タヒチ島では快適な暮らしを送ったため船員の不満が起こり得やすかったことも原因の一つと考えれている。また、反乱が成功した要因としてはクリスチャンが多くの船員の人望を得ていたこと、 上級士官の数が少なかったこと、海兵隊を乗船させていなかったことが挙げられる。ブライはその後の航海で上級士官数を増やし海兵隊員を乗せている。1808年1月にアメリカ船トッパーズ号がピトケアン諸島にやってきた時、バウンティ号の乗組員はスイフ・ジョン・アダムスのみが唯一生き残っていた。トッパーアッツ号のメーヒュー・ホルジャー船長は、 クリスチャンの息子サースディ・オクトバー、クリスチャンの案内で、アダムスの他に、子供二十数名、ポリネシア人、女性十名がピトケアン島で暮らしていることを知った。その他の反乱者は、他七人との衝突で大半が相打ちとなり、数少ない生存者も病気、自殺、喧嘩などによりすでに死亡し、生き残ったのは、アダムスと女性や子供だけであった。 クリスチャンも衝突で殺されたと言われている。アダムスは恩赦となり、1829年に島で死亡した。1838年、ピトケアン諸島はイギリス領となって現在まで続いている。バウンティ号が解体された場所は、バウンティワンと名付けられ、現在でもその残骸が残っている。1831年に300人近くの人口に、増えるが小さな島で、 食料や土地問題を抱えたので、イギリス政府は一時、島民をタヒチ島に移住させた。しかし、慣れないタヒチ島での生活にピトケアン島に戻りたいというものがほとんどであり、島民は再び故郷のピトケアン島に戻った。しかし、その後、島民はジョシュア・ヒルというアメリカ生まれの成り上がりのよそ者に苦しめられることになる。ヒルはマウイ島に移住しようとしたとき、 二重を、マウイ島の知事に断られた。その後、タヒチ島に渡り、ピトケアン島のことを知った。彼は、イギリス政府によって派遣された要人だと嘘をつき、ピトケアン島に渡って島を統治しようとしていた。独裁的な支配者気取りであるヒルの先制政治に、ことを唱えていた1823年からピトケアン島で、教師活動をしていたジョン・バフェットと19歳のジョ、エバンス、 そして1828年から島で選挙活動をしていた牧師のジョージ・フン・ノブスの3人のイギリス人に対して無打ちの刑を課したりした。さらに島民に対しても自身のやり方に逆らうものを無打ちにしたりしていた。島民が通りすがりのイギリス船に自分たちを暴君ヒルから解放してほしいと訴えていた。1837年に島から追放されるまでの6年間。 昼は、ピトケアン島に居続けた。1856年に再び島民は島での人口増加の問題で194人余りがイギリス政府により無人島だったノーホーク島に移住した。ピトケアン島より大きく住みやすかったのでノーホーク島に留まる者も大勢いたが何人かはピトケアン島への帰還を求め島に戻った。 1937年には、バウンティ号の船員と他七人の子孫233人が住んでいたが、その後、ニュージーランド、ノーフォーク島等に移民し、現在は47人しか残っていない。ピトケアン島の前村長、スティーブ・クリスチャンは、フレッチャー・クリスチャンの子孫である。2004年9月に女ジ児ジに対する性的虐待の容疑で7人の島民が起訴される。 ピトケアン初等症女性的暴行事件で再び注目を集めた。1935年と1962年と1933年の映画は同一の小説の映画化であり、後者3作品はいずれも反乱の史実を下敷きにした映画化であるが、ブライ艦長の人物像の描写に違いが見られる。百三十五年と百六十二年の映画では、 暴虐な独裁者に対する正義の反乱という図式で描かれたが、史実のブライ艦長は、バウンティ号を追われた後に救命艇で、南太平洋 3000km 余りも、走破し、全員が生還を果たしたことが示すように、航海者、指揮官として卓越した能力を見せた人物であり、そのことは、軍法会議における無罪の理由となった。 メルギブソンが主演した1984年の映画化ではより史実に沿った描写とされ、艦長以下の登場人物にはより現実的な性格づけがなされ、判断の理由も明確には描かれなかったため、相対的に娯楽性にやや欠ける作品となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。